シドニー中心業務地区、一般的には CBD あるいはザシティと呼ばれる地区でオーストラリアシティオブシドニーに属するサバーブ。シドニーの政治、経済、文化の中心地である。シドニー CBD は北辺をシドニー湾とし、シドニー湾を起点に南に約3キロメートルに広がる地域である。シドニー湾は1788年にヨーロッパ人が初めて オーストラリア大陸に上陸した場所であり、近代オーストラリアの歴史の始まりとなった場所である。北辺に位置する交通の要衝サーキュラーキーから、南北の軸がセントラル駅までの間に複数に走り、CBD の東辺に位置するハイドパーク、ザドメイン、ロイヤル、ボタニックガーデンズから、ダーリングハーバーやシドニー都市圏西部に至る主要道路が東西を横断する。 シドニー CBD は、高層ビルディングが集積する一方で、ハイドパーク、ザ・ドメイン、ロイヤル、ボタニック・ガーデンズ、あるいはウィニアード・パークといった緑豊かな公園をも持つ。CBD を南北に縦断するジョージ通りは、まさしく、シドニーの交通の要衝で、地上バスが走り、地下には、シティ・サークルと呼ばれる鉄道が走る。その交通の拠点には、QVB が存在する。 シドニー CBD の中でも商業の中心はマッコーリー通りとヨーク通りの間にある。その間にあるピット通りにはピットストリートモールと呼ばれる商業施設やシドニーの建築物で最も高いシドニータワーが建つ。シドニー CBD はシティオブシドニーに属しているが港湾や鉄道、道路などを管理しているのはニューサウスウェールズ州政府であり、資産局や 交通局などを通して CBD の開発に対して管轄権を持っている。シドニー CBD はオーストラリアで最も高い高層建築物が立ち並ぶ街でもある。その中で最も高い建築物は309メートルの高さを誇るシドニータワーである。一方でシドニー上空の飛行機の混雑を避けるために高層建築物の高さは235メートルに 制限されている。また、この地域は、オーストラリアの企業の本社が集積されている。さらに、グローバル企業にとっては、アジア太平洋地域の本社を置くことも多い。金融の中心地でもあることから、ウエストパック銀行、オーストラリアコモンウェルス銀行、シティバンク、ドイツ銀行、マッコーリー銀行、AMP リミテッド、インシュアランス、オーストラリアグループの本社がある。 シドニー CBD には数多くの文化施設がある。著名なところでは、シドニー博物館、ニューサウスウェールズ州立図書館、旧シドニー税館、シドニー市立図書館、シアターロイヤル、シティリサイタルホール、日本の国際交流基金がある。世界遺産に登録されているシドニーオペラハウスやシドニー現代美術館は CBD の北に位置する。 CBD の東を南北に走るマッコーリー通り沿いには世界遺産のハイドパークバラックスや通称ラムシュ病院のシドニー病院ニューサウスウェールズ州議会議事堂ニューサウスウェールズ州最高裁判所シドニー造兵局などの歴史的建築物が立ち並ぶオーストラリア博物館ニューサウスウェールズ州立美術館シドニーセントメアリー大聖堂は CBD の東に位置する パワーハウス博物館は CBD の西ダーリングハーバーの近くに所在する。毎年1月にはシドニーフェスティバルが催される。この祭りの期間中には文化、音楽、ダンスの展示が屋内外を問わず展開される。シドニー映画祭は毎年6月に開催される国際的なイベントである。ありがとうございます。